まぬ。ありがとう。僕まだ下の方がある。ちょっと待って、後ろついた。これ、前回から増えてんの？いや、増えてない。増えてない。解体しようと思って邪魔すぎて、いやとりあえずは去年やったなオバマ氏ちょっと待って出てくるんやったかな。結構あれ道分かるからまああれないけど、とりあえずすん、あ、これ進んでる間いじれへんか。いじれるよ。あ、じゃあ進んでいいよ。で、右。あ、なんかいる。あ、後ろかな。もしかしたら緩かったかも。オッケー。オッケー。ふい、なんだっけな。今日の波の高さは、100メートル。サーフィンがしたいな。サーフィンを持ち上げたよ。ちょっと落ち着いてから。あ、その飛ぶやつはいつでもやってみたいよ。あ、そうね。じゃあそれもまあ、夏の終わり。夏でも、うん、夏の終わりとかでもいい。いや、休み1日だけ平日取れそうやから、そのタイミングで。そう。ティッシュある。このタイミングで火曜日とってもいいかなって悩んでるんだよね。どこで撮るか。でも確か火曜日撮れない日だったからね。待ってる時間なかったです踊ってるやつみたいな。てかこれはな、体力測定やと思ってる。 その前年のそのタイム、曲が終わるまで帰ってこれるか、どこまで行けるか。ああ、帰ってこれるか。そういうこと。衰えてないかっていう確認。あれは、あ、違う、ちょっと福井県立調べ、書いてる花園橋っていうところで右折でいいから。なんか本体の温度が上昇してたらカメラ機能が利用できます。これ録画できてんのか。録画できてんちゃう。タイムは動いてるし。熱すぎるな。なんかかわせたり。そういうキャラじゃない。あ、ちょっと待って。もしあれやったら。俺の便利なものが来た。車にさ、携帯とか置いてて待ってたら保冷剤を。やば。
ッピー。ヤッピー。それをどうやってつけるかっていうのは。ヤッピー。これを。これを。この辺に立てかけといたら消えへん。それかその上にかます。こう。無理やり本体の温度下げに行く。すぐ溶けそうだけどな。これ上だろうないかい。上だろうないかい。ないかい。ないかい。やってやろうじゃないか。最近全然ギター弾けてないよ。ギターやろうが。昨日一日も弾、1時間も弾かなかった。珍しく。弾いてないわーって日でもまあ30分ぐらいは弾いてんねんけど。昨日はマジで弾かんかった。寝てしもた。聞こうと思って。昼で。で、12時過ぎぐらい起きて、うわーと思って。で、今、で、起きて、今ハマってるゲームやつ。ポケモン？ポケモン。スイッチ。そうやで、しもできんねん。ただやし。あ、そうなの？うん。やってみたら。どういうやつ？今めちゃめちゃ多分ウケるで。YouTube とかで。ゲーム実況とかでできた。それ任天堂限定だ。任天堂限定や。任天堂限定やけど、なんか頑張って配信したら結構再生数伸びると思う。ビボビボとフォーチョコが多分一つ上のランクにいてる。ビボビボのフォーチョコ。マイナーなゲームばっかりやってるじゃん。やっぱ そしてまたマイナーなゲームを購入してしまった。また。え、結局さ、ドルパーブルックとかクリアしたの？トルパーブルック。トルパーブルック。まだ。まだ。ファイヤーウォッチは。ファイヤーウォッチは終わってしまった。うん。え、なんかゲーム時間がめっちゃ短いって言ってなんか若干。購入者からの文句があったとかで、でもクリエイターの人がなんかそんな私たちはあんま尺の長いゲーム作るのはあんま難しいんですみたいな、だからこれそれに価値感じてもらえなかったら全然返金でもいいですみたいなことを言ったはって、なんかすごい大変やなと他人事。人生楽しくないじゃん。そうだね。イエイ。そうだね。イエイ。おう。イエイ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 。ほうほうほう。ビスなら流すの大丈夫やからね。はい、オッケー。
な。この間4年期のね、4年期言ってたんだけど、4年期はなんか仕事入ってほしい場合だね。後ろでガンガン流して、ああそれでも歌ってる感じです。基本はスルーされるから、今日だから学生とか来てることになる。マジでいい海やもん。泳いでへんやつ、泳いでへんのがもったいないぐらい。マジで？マジで？イエーイエーイエーイ。29歳。30歳。29歳。でも精神年齢は15歳。イエーイ。僕中2病。中2。僕中3病。ちょっと年上だね。ギターにハマってるから。中2は漫画やね。漫画アニメ。中3はギター。PM2 のサロン喫茶、守備。マジで撮ってる？マジで撮ってる。じゃあ俺のマジで撮ってるって声はいらんかった。さあ海に、今年も海にやってきましたよ。ははは。去年とはちょっと違う場所でね。走るときは涼しいから。この間
さん、スクリーン、お客さん、スクリーン。岩場に引っ掛けた方がいいじゃん。引っ掛けとかないのか。岩の間では無理。高さじゃない。ああ、そう。出てる。もうスイカ出てる。
2年ぶりじゃねえ去年ぶりあのジンジャーエールイカダで泳ぎました。ああすごい、あのウニとかめっちゃいて、あとこんなでっかいヤドカリとか、あと魚もこんぐらい結構でかいのがいます。で意外と深いです。浅そうに見えて結構深いです。ちょっとね、あの靴を忘れて、なんか手も亀の手とかでちょっと切ってしまったんですけど、いやー海は怖いですね。結構怖いですけど、よし、メントスはまだメントスはそこにいますね。
煙突は泳ぐのが好きですね。うっぷす。スイカ救出作戦。全然これでいけるか。岩の間に引き挟んだらいけるな。やるな。いざ海へ、メントスが行く。約1年ぶりのメントスのお姿を拝見すると思われます。皆様、1年ぶり？そうじゃん。なんと背面からスタートという。おっと、手を振っている。余裕ですね。メントスさんは海が大好きです。余裕で。結構自分にとっては結構ね、深かったんですけど、メントスにとってはまだまだいけるぜ。全然普通に普段泳いでる水深より浅いみたいですね。すごいっす。水を得たメントス。これはね、後で美味しくいただきますよ。それまで待っててくれ。待っててくれ。いい。置いて。なんか下に台みたいなの欲しいな。ないけど。めちゃめちゃ手汚れで。やっぱいいんちゃう。それでいいんちゃう。オッケー。シュールな絵面。映ってる。俺映ってる。あ、ちょっと近い。もうちょっと引いた方がいい。 OK。 それではこれからスイカ割りをしたいと思います。あ、上げたら枝が。あ、マジで見えてない。ほんまに見えてない。本当に。え、ちょっと待って。しゅん、え、ちょっと待って。何？リテイク。ダメ。1、2、3。あ、もう気持ち悪い。4。もういい。気持ち悪いから。どこ？右。じゃ、左。はい。前。右。ちょっと右。あ、じゃ逆。左。ちょっと、ストップ。まだ。
ちょっと右。あかん。ちょっと後ろ。ちょっと後ろ。オッケー。ストップ。オッケー。ここ？オッケーオッケー。ここ？オッケー。勢いいいなぁ。ありました、わってあります、ありがとうございました。それでは皆さん、また来週。こんな大根です、むしろなんなら自前で用意できる2本の方がちょっとわからない、むしろまあ、むしろまあ、むしろ綺麗、完璧やね。当たり前よ。そんなむしろ言ってたかな。何年そのむしろ聞いてるか。何年いつもそんなに言ってたかな。むしろそんなに言ってたかな。まあ、でも全然聞き逃す時もある。あんまり？言い過ぎてる。自分でも言ってる時気づかへんから。むしろ自分でも気づいてへんから。むしろの使い方、間違ってるのは時々。